どうもサッカー小僧の沼田木です。よろしくお願いします。今日も J2 第37節を振り返って次節の見どころを紹介していきたいと思います。3連戦の2試合目となった今節、どのような結果になったのか、そして J1 では川崎フロンターレが2年連続4度目の J1 優勝を果たし、 JFL ではいわき FC が今季の4位以内が確定したため来年度の J3 参入が決まりました。両クラブの皆さんおめでとうございます。ということで J2 の話に戻りたいと思います。どうぞ。まずは上位対決の結果から見ていきたいと思いますけど、注目カードとして紹介していた6位新潟対首位磐田の上位対決は一進一退の攻防が続くも、磐田が遠藤選手のクロスから出場停止明けのルキアン選手が合わせて先制に成功すると、試合はこのまま1対0で磐田が勝利しました。これでビッグスワンでは磐田が4連勝となり昇格へ王手となりました。一方新潟は今節の敗戦で J1 昇格の可能性が消滅したため来季の J2 が確定してしまいました。2位京都はホームで大宮と対戦で、京都がチャンスを多く作る展開も決めることができず苦しい試合展開となります。0対0で終わると思われた後半51分、クロスから川崎選手が飛び込み土壇場で試合を動かした京都が1対0で勝利しました。この場面ユースの後輩である福岡選手のクロスを浅田選手がニアでそらして、川崎選手が最後飛び込みサンガスタジアムで決めるという個人的には胸熱でしたし、きっとサポーターの皆さんも鳥肌もんやったんじゃないかなと思います。京都はこの勝利で昇格へ大きく前進し、一方の大宮は2試合連続ロスタイムでの失点で勝ち点を失ってしまい、残留を確定することはできずにまだまだ苦しい展開が続きます。3位甲府は7試合負けなしと好調な岡山と対戦、立ち上がりにチャンスを作るも前半9分11分と立て続けに失点してしまい苦しい展開となり、後半に1点返すも試合は2対1で岡山が勝利しています。逆転昇格へ勝利が必要やった甲府は6試合ぶりの敗戦で2試合勝ちなしとなっています。4位長崎はホームで群馬と対戦し、上中選手の今季9点目となる2得点もあり4対1で完勝を収め3位に浮上しています。続けて残留争い組の結果を見ていきますが、金沢対愛媛の残留争い直接対決は愛媛が先制するも金沢が平松選手の2得点で逆転に成功、終盤の猛攻もしのぎ切って2対1で金沢が勝利しています。7試合勝ちのない山口は琉球と対戦でセットプレーから2得点を奪った山口が2対0の勝利を飾り残留へ大きく前進しています。北九州は水戸と0対0のスコアレスドローで勝ち点1を獲得、相模原は秋田に0対1、栃木は千葉に0対1、松本は町田に2対3といずれも勝ち点を積むことができませんでした。それでは昇格争いの順位の方から見ていきたいと思うんですけど、このようになっています。昇格圏の磐田と京都が勝利し、甲府が敗れたため3位長崎と2位京都の勝ち点差は再び10と大きく離れてしまいました。今節の結果で昇格争いもいよいよ大詰めかなという展開になっています。次節は磐田と京都の天王山があり、磐田が勝利し3位長崎が引き分け以下に終わると磐田の J1 昇格が決定ということになります。逆に京都も磐田に勝利し3位長崎4位甲府が敗れると京都の12年ぶりとなる J1 昇格が達成ということになるので、非常に大事な次節楽しみなところです。続けて残留争いの順位はこのようになっています。残留圏となる18位群馬と降格圏の19位相模原との勝ち点差が4となってしまったので、1試合では追いつけない勝ち点差となってしまったので非常に19位以下の4チームは厳しい状況となっています。最下位の松本から見ると群馬との勝ち点差が6となっているので、
正直非常に厳しくなってきています。そして残り5試合の対戦カードを見ると直接対決がかなり多く残っているので、まだまだ動く可能性はあると思いますけど、上の方にいるチームからすると引き分けでも OK という展開なので、優位性はやはり変わらないかなと思います。松本は5試合中3試合が上位との対決となっているので、まあなかなか苦しい状況になっています。ではここから次節の対戦カードを見ていきますが、このようになっています。注目はもちろん磐田対京都の天王山、 J2 での対戦成績は磐田の3勝2分け2敗とほぼ互角のデータで、ただヤマハスタジアムでの試合は3対3、2対2と過去2試合とも引き分けに終わっています。注目選手はもちろん磐田はルキアン選手、京都は宇高選手と両エースなんですけど、現在21得点で得点争いトップを走るルキアン選手、そして19得点でルキアン選手を追いかける京都の宇高選手、こちらの得点王争いも残り5試合非常に熾烈になってきているので、こちらにも注目したいところです。そして長崎はアウェーで東京ヴェルディと対戦、4位甲府はアウェーで北九州と対戦。先ほどもお伝えしましたが、天王山に勝敗がつき長崎と甲府が敗れると昇格チームが1チーム決まるということで、何としてでも両クラブとも勝利して昇格圏に食らいついていきたいところとなっています。残留争い組では大宮対山口のオレンジダービー直接対決があって、勝利した方は残留の可能性が限りなく高くなってくるので、山口は5分の4が残留争い直接対決になっているので、ずるずるいってしまうとまだまだ怪しいかなというところなので、次節勝利して残留を大きく近づけたい一戦となっています。勝つしかない松本はホームで新潟と対戦、サンプロアルウィンでの J2 での対戦成績は2戦2勝となっているんですけど、今のチーム状況を考えるとデータなんて関係ないのかなという状況で、ただ勝つしかない松本としては意地でも体を張って勝ち点3取ってほしいなと思います。愛媛はホームで町田と対戦、金沢はアウェーで琉球と対戦で、日曜日の19時最後の試合になるんですけど、群馬対相模原の直接対決があって、相模原としては勝って群馬との勝ち点差を1としたいところで、逆に敗戦となると残留が非常に厳しくなってくる大事な試合となっています。ということで今回も J2 第37節の振り返りと次節の見どころを紹介させてもらいました。次節は天王山、そして J1 昇格の可能性もある大事な一戦なんですけど、諸事情により週明けの第38節の振り返りはお届けすることができません。申し訳ないです。まあ、その理由もいずれは分かると思うんですけど、まあ、残り5試合となった J2 昇格争いはいよいよ大詰めですし、まあ、僕個人的には昇格争いを予想した上で磐田と京都の昇格が可能性高いんじゃないかなと伝えさせてもらったんですけど、その通りになりそうで僕個人的にはとても嬉しい思いです。残留争いの方では19位相模原と18位以上の勝ち点差が少しずつ離れてきてしまっているので、まあ、下位4チームとしては何としてでも食らいついて直接対決で勝って順位入れ替わるのを狙うしかないかなという展開で、逆に上にいているチームは負けない試合が必要となってくるんじゃないかなと思います。ということで今回の動画は以上となります。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったと思っていただいた方、高評価の方よろしくお願いします。そして初めて覗きに来たよって方や、まだチャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして毎度のことながら J リーグサポーター同士でサッカー小僧の気まぐれチャンネルの方拡散のご協力よろしくお願いします。以上、サッカー小僧の沼田駅でした。ありがとうございました。